ひらりです。ゆめかです。アリアです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、というわけで今日の企画は私服障害パート3です。それではどうぞ。菅井アリアです。今日の私服はこんな感じです。まずこのイヤリングはももかちゃんからもらいました。これはめっちゃお気に入りでいつも使ってます。このポンポンが可愛いです。で、冬はクリスマスとかお正月とかいろいろパーティーが多いので、この白のふわふわのポンチョで華やかにしてみました。で、この中は肩出しにしました。これはワースポで買いました。この生地がすごく柔らかくて好きです。と、茶色も冬っぽくて私のお気に入りです。で、このちょっと見えてるこのスカートはピンクラテです。このちょっと見せて可愛くしました。あとちょっとこれが短いので中にスカートを入ってきました。で、無駄にラインとか入ったらダサいかなと思って無地にしました。これはウィーゴで買いました。いつも履いてるこのファーサンダルはピンクラテで買いました。これすごく気に入りです。このポンポン本当に好きで、ポンチョと白と白で合わせました。こんな感じです。バイバイ。花田ひめかです。今日のコーデはこんな感じです。まず上からイヤリングはもらったものです、イベントで。で、この中にレースのトップス着て、こうやってカーディガンをこんな感じで肩落としして着るのが今いろんな雑誌とかで流行っててやってみました。この2つはウィゴーです。2つ合わせて5,000円、めっちゃお得です。で、これはピンクラテのスカートなんですけど、もうめっちゃ気に入ってて、もう夏も冬もヘビロテしてます。はい、靴下もピンクラテです。ここが可愛い。で、ファーさんがハニーズのお店のものなんですけど、紫みたいな変わった色着てる時にこうグレーとか合わせたらシックな感じになります。で、なんか冬とかはこういうダボって感じの分厚い服着たらボワボワしちゃうので、ポニーテールですっきりまとめました。そして紫とグレーっていうちょっと変わった色使ったので、こういうメインの服以外は白と黒でまとめました。以上です。バイバイ。テリタももかです。今日のコーデはこんな感じです。はい、ちょっとゆるゆるっとした感じのコーデにしてみました。とですね、このモコモコのボアブルゾンは本当にずっと前から欲しくって、もう欲しすぎて楽天でネットで買っちゃいました。で、中はちょっと薄手のこういうハイネックのニットなんですけど、これはヘザーで、こういう薄手のニットはちょっとあったかいんですけど、こういうモコモコの中に着ても窮屈にならないのですごい便利だなと思っています。プリーツスカートはヒョウ柄なんですけど、今すごいこのヒョウ柄とか、あとはダルメシアン柄みたいなアニマル柄が結構流行っていて、ちょっと上の方が細かいプリーツになっています。ヒラヒラとした感じですごく可愛いです。はい、で、靴は多分前々回一番初めての私服紹介の時と同じ靴なんですけど、これは何でも合うのですごいヘビロテしてます。はい、靴下は実はこれはピンクラテです。ヒョウ柄と合ってないけど黒いからちょっとこうやってクシクシって履いてます。髪型なんですけど、ミルクオランドしてもらいました。こういうすごいブカブカでズルズルっとした感じのコーデの時は軽くまとめてあげると小顔効果があるかなと思うので試してみてください。はい、こんな感じで以上です。うん、ゆらりです。今日のコーデはこんな感じです。はい、髪型を動かしてるんですけど、黒のダウンと黒のスカート履いてます。
で、まず上から紫の帽子。この帽子は結構今日のコーデはモノトーンの色が多くて、シルバーだったりとか黒黒黒白みたいな感じなんで、差し色として頭に紫ボンと持ってきました。で、髪の毛はまあこうモコモコのダウン着てるんで、下ろしたままにしちゃうともうさみたいな感じになっちゃうので、すっきりキュッとまとめました。で、この上着はイングで買いました。で、最近流行ってるこういう後ろに持っていく着方をしました。で、このちょっとだけチャックを閉めてバーッと開かないようにしました。で、中のトップス、これはこの中にはバッハが住んでいますで、もう閉めた時にチャックをバッハがちょっとひょっこり見えるように着てみました。私バッハの髪型にしようと思ったんですけど、ちょっとやめておきましたで、このシルバーのバッグ、これのバッグを黒にしちゃうといかにも普通って感じで、パンっていう明るさがないなと思ったので、シルバーを足すとおしゃれ感が増すかなと思ってつけました。これはスプレーというお店で買ったものです。このバッハもスプレーというお店で買ったものです。で、このスカートがチェーンだったりとか、あの3つ、いや5個、6個、こうなんていうんですか、ちょっと強いめの飾りがアクセントとしてついていて、カバンをかけるときにこっち側にかけちゃうとチェーンとかぶっちゃうので、チェーンと違う反対の方にカバンをつけました。靴は私いつもより10センチ身長高いです。それでもありありも追いつけませんでした。これは足長効果とかもあるブーツで、とても履いています。じゃんこんな感じでした。以上です。バイバーイ。